チャオマヤチャンネルへようこそ。今回はバイオリンを弾くときに最も重要なことをお伝えしたいと思います。ボーイングのことであったり、そして、左手のテクニックであったり、まあ、いろいろお伝えしたいことはたくさんあるんですけれども、それらのいろいろなテクニックがうまくこう実現できるかどうかというところにも関わってきます。何かというとフィッティングですね。バイオリンを、構えるときに自分の顎とか、肩とかこういう体の形状にバイオリンを合わせるために、この顎当てとか、そしてこの肩当てとか、これをきちんと合うものにしてあげるっていうことが最も重要なことです。その辺のことはですね、分かっているようでも、まず自分の体のその姿勢をどういうふうに作ればいいのかっていうところからスタートしますので、姿勢が悪い状態でフィッティングしてもあんまり意味がありません。なぜかというと、エネルギーの通り方が全く変わってしまうからです。まず自由に使いやすく楽に動かせる姿勢を考えてみます。マリオネットになってみるのが一番手っ取り早いです。マリオネットっていうのが、まあ、操り人形ですよね。頭とかこの胸、肩とか腕とかにこう糸がついてると思ってください。そして力を抜いている状態から糸を引っ張られるとクイッて起きて、必要な箇所が持ち上がる、上がるっていう感じですね。で、肩はここで上げる必要ないので、肩は落としているんですけども、これで持ち上がる。で、この時に頭をクイッと持ち上げるんですけど、まあ、顎を上げちゃうとダメですけども、頭をクイッと持ち上げた状態。だけど肩は上げない。で、実際に楽器を構えた時には、特に左側の肩とか上腕とかは見えない状態ですので、力入れてないつもりでもですね、ウィッてこうやって肩を上げてしまったりっていうことがよくあります。で、とりあえずこの肩を上げない状態で、これ楽器は、こんなに上がってなくて大丈夫です。こういう感じで、危なくない状態、楽器落っことしそうとかじゃない、こういう状態で楽器を落っことさない。一応こうやってなんか、まあまあ喋らなくてもいいですけども、こうやって喋っても大丈夫かなとか、なんかまるでこっからバイオリンが生えてる程度の感じになればいいかなと思います。で、そのために顎当てと肩当てを決めるんですけども、最初に決めるのは顎当てです。もちろん高すぎても圧迫してしまうから NG ですし、低すぎるとここグイッて力が入ってどうしても楽器を滑らないように持とうと思うので、ものすごく圧迫してしまい、神経も圧迫してしまうので、これで首とか肩とかを痛めてしまう方も結構おられます。で、神経を圧迫してしまったりするので腕も痛くなってしまったりとかっていう方もいらっしゃいますけれども、それをずっと続けていると本当に
とてもとても大変なので、まず自分の体を解放してあげるところから始めてもらいたいと思います。そのためには先ほどお話しした自分自身がマリオネットになったような感じでイメージしてみてください。そしてまず顎当てのところに頭は寝かさないで楽器の方にちょっと向く、そして顎をちょっと下ろしてみたらとりあえず挟めるなっていうところで大丈夫です。でこのままで持てなくても大丈夫です。まれにこのままで鎖骨と顎だけで持ててしまう方もまれにいます。でも通常はさらに肩にも楽器が乗るという状態で構えますので、ほとんどの場合片当てが必要になってくると思いますけれども、まずは顎当てを決めて、そして市販のものがそのまま、使えれば OK ですけれども、中にはちょっと削らないと合わないなとか、もしくはちょっと高さをもうちょっと出してあげないと持てないなっていうこともあるので、できればフィッティングチェックを専門で見れる方に見てもらうのが良いと思います。でここが決まったらこうですね、こういう状態で挟めるよっていう風になったら、あとはこの下に片当てをしてあげて、ちょっと楽器が安定して上向きに構えられるようになればいいと思います。とにかくまず体を痛めないというのは最も大切なことですし、それから楽器に自分の体を合わせるのではなくって、バイオリンを自分の体にフィットさせるためにフィッティングのパーツ、顎当てとか肩当てを使うということをぜひ理解してみてください。で今月2023年1月ですけれども、今月14、15の土日、そして21、22の土日、この辺でですね、ここは大阪守口市の私の自宅レッスン室になりますけれども、ここでフィッティングチェックもありでクリニックを行いたいと思います。この機会にバイオリンに自分の体を合わせるのではなく、バイオリンを自分の体にフィットさせるためのフィッティングっていうのをぜひ体感してみてください。詳しくはこの動画の下のメールフォームよりお申し込み、もしくはお問い合わせください。それではまた次のマイヤチャンネルでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。